こんにちは。今日も車の中からです。三越の催事ラストデーなんですけど、三越行く前にちらっと配信してから行こうかなと思って始めてます。今日は何の話しようかなって思ってたんですけど、数日前に、昨日か一昨日ぐらいにストーリーで美しさについて、美しさの循環みたいな話をちらっと挙げたので、そのことについて思うことちょっと話してみようかなと思います。なんか多くの人が綺麗になりたいとか美しくなりたいとかって思ってると思うんですけど、思ってそう努力したりすると思うんですけど、なんかそう、もうみんな実は実際美しくて、なんかそれを忘れてるっていうか自覚してないだけなのかなっていうのを最近思います。感じてます。そうそう、なんか美しいものを身につけたり、囲まれる美しいものに囲まれたりすると、その美しいものを、素敵なもののこの波動っていうのかな、エネルギーに囲まれることで、なんか自分もそうなってくっていうか、そこの波動になってくっていうか、まあ、なんかそうだったことを思い出すっていうのがなんかしっくりくるんだけど、私は。のがあるのかなっていうのを感じてます。そうそう、私はなんかそれを着物を着て感じたんですよ。着物のこの素敵な着物だったり、美しい着物を身にまとうことで、なんかその美しいものの一部になれた気がするっていうのかな 自分が。で、それでなんか自分もそうなんだろうなっていう。自分も美しいものなんだろうなっていう感じを感じた。そうそうそう。だからなんか美しいものを身にまとうとか囲まれるっていうのはすごい気分のいいことだし、なんか大切なことだなっていうのを思ってます。特になんか身にまとうもの、洋服とかってすごい効果があると思ってて。で、普段あんまり着物着ない人にとって、やっぱ着物って特別だと思うし、なんかどういう表現したらいいのか難しいんだけど、なんか新しい洋服を買った時とかかな。新しく洋服を買った、洋服着る時とか、なんか特別な日に着る洋服、ドレスみたいなのを着るときに、なんかちょっとウキウキしたりする気分になるときあるじゃないですか。ふむふむ、ありがとうございます。なんかそういう感じの100倍ぐらい着物着るときってウキウキする 気がする。ぐらい、なんかちょっと、なんていうのかな、高揚感だったりとか、そういうのがある気がするんですよね。なんか着物の持つパワーっていうか、そういうのはすごい大きいと思ってます。そうそうそう。だからね、みんなにもこれ着てほしいっていうか、なんかそういうのを体験してほしいなってすごい思っております。そう、そう思って、わかる。ありがとうございますね。そうですよね。そうそう。なんかね、そう、着物の威力は絶大だなって本当に思ってますが、美しさを思い出せる着物、ぜひ一緒に着ましょうっていうお話です。そう、なんかそうそう、美しさの循環の話だ。だから、この着物の美しさを身にまとうことで、自分もそれを感じられて、美しいことを思い出して、なんかそしたらなんかどん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 ね、美しいものとか
なんかお気に入りのものとかをね、自分の周りに置きたくなるんだよね。置きたくなるし、集めたくなるっていうか。なんか、物とかもそうだけど、物だったり人だったりとかも、本当に同じお気に入りのものだったり、そういう美しいものだったり、人だったり、その同じ波動の人だったりが、すごい集まってきて、なんか、すごいいい循環になる気がする。なんかその一歩かなって私は思います。それを気づいたのが着物だったので、いいなって思ってます。はい。で、そう、その流れなんですけど、5月12日に、アンティーク着物のを着て撮影会っていうのをやります。私がセレクトしたアンティーク着物を着て、で、ヘアメイクさんに、プロのヘアメイクさんにヘアメイクしてもらって、カメラマンさんに写真撮ってもらうっていう回をやってます。もうね、アンティーク着物は本当に本当にもう美しいので、まあ、現代着物も美しいんですけど、まあ、それにないね、変わった、また違った美しさっていうのがあって、とそれを身にまとうことで、なんかね、きっと思うこともいっぱいあると思います。いろいろ感じることもあって、きっと自分の美しさだったり、また違うチャームポイントとかそういうのも思い出せるっていうか発見できたりするんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ興味のある方お待ちしております。はい。見ていただいてどうもありがとうございます。またぼちぼち配信もしていきたいと思います。どうもありがとうございました。